ときめきメモリアルガールズサイド3、せいちゃん CU ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はせいちゃんとお化け屋敷に行ってきたところですかね。で、週末確か花火大会だから、そろそろで、ね、ずっと日曜日埋めてたので、多分多忙さんが今週は誘ってくるかなと思ってますが、あのね、イベントが出ちゃうから、ちょっとそこはカットしちゃおうかしらね。ちょっと普通に勉強しようかな。あ、って言ったらもう速攻誘ってきた。あれ、誰だろう。もしもし、今野です。あ、今野先輩。あ、あれ藤谷ですじゃなくてえ、こんな感じだっけ。今野先輩、しおりです。突然なんだけど、今度の日曜日空いてるかな。はい、空いてます。今度花火大会があるだろ、よければ一緒にどうかな。行きます。やった。あ、それじゃあ当日どうしようか。今度の日曜日に羽ばたき駅で待ち合わせでどうですか。うん、そうしよう。それじゃ、楽しみにしてる。今野先輩からデートに誘われちゃった。はい、じゃあ今日は玉尾さんと花火大会の方に行ってきたいと思います。ちょっと早かったかな。あれ？今野先輩、早いですね。早く来すぎたんだ。なんだかカッコ悪いな。どうしてですか？ほら、小学生の頃、遠足前だけ早く来るやつっていただろう？それって、遠足が楽しみだからですよね。まあ、そういうこと。やっぱり恥ずかしいな。さあ、行こう。浴衣、着たんだ。はい。変ですか？まさか、よく似合ってる。和装は風情があっていいよな。河野先輩、喜んでくれたみたい。よかった。にぎわってるな。はぐれないようにしないと。はい、見失わないようにします。うん、気をつけよう。花火まで時間があるな。少し縁日でも回ろうか。肩抜きだ。そういえば最近見ないな。肩抜き？初めて見ます。嘘、僕は好きなんだけどな。知らないのか、女の子だから。それか世代なわけないか、一年しか違わないんだし。河野先輩。あ、ごめん、よく年寄り臭いって言われるから気になっちゃって。お、もうすぐ花火が始まるな。いい場所が取れたな。花火がよく見える。
ダメだった気がするんだよな。あ、これが無難かな。近すぎず遠すぎず。近すぎると首が痛いし、遠すぎると迫力に欠ける。ベストポジションだな。やったね、バッチリ好印象。あんまり楽しくて怖いくらいだったよ。今日は来てくれてありがとう。送らせてもらっていいかな。もう少しこのまま話していたいから。ありがとうございます、家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃまたね。今野先輩に送ってもらっちゃった。さすがに今週末は誘ってこないだろうけど、先輩たち結構誘ってくるからな。なんかで今日は多分フリマが今月あるから、そこの日タモさん狙ってるだろうからちょっと先にね、せいちゃんとのデートを取り付けておきましょう。設楽です。あ、藤谷ですけど。なんだ、お前か。どうした？8月29日に映画を見に行きませんか？なんだよ、あいつ誘って断られたのか？違いますよ。別にいいよ、暇だし。あ、じゃあ8月29日に駅前広場でどうですか？わかった。まあ楽しみにしとく。よかった、早く8月29日が来ないかな。誘ってきたあれ、誰だろう。もしもし、今野です。あ、今野先輩。これさ、下の名前言うのさ、玉尾さんだけじゃない？なんか不自然だよねこれ、名前呼び OK にしてるのとしてないので違ったのかしら。今野先輩、しおりです。突然なんだけど、今度の日曜日空いてるかな？はい、空いてます。植物園に行こうよ。行きます。やった。あ、それじゃあ当日どうしようか。今度の日曜日に公園入り口で待ち合わせでどうですか？うん、そうしよう。それじゃ楽しみにしてる。今野先輩からデートに誘われちゃった。はい、じゃあ今日はタバオさんと、植物園に行ってきたいと思います。そっか。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだっけ？
今日は植物園ね。まだ来てないみたい。まだ来ない。もしかして私、待ち合わせ場所間違えてる？河野先輩、まだ来てないみたい。ごめん、遅れて。河野先輩、私も今来たところですよ。それでもごめん。約束しておいて待たせるのはダメだ。大丈夫ですよ。気にしないでくださいね。ありがとう。君には癒されるな。あ、いいな、その服。本当ですか？うん。こういう言い方で合ってるかわからないけど、お人形さんみたいだ。今野先輩、こういうのが好きみたい。それじゃあ、中に入ろうか。さて、どうするかな。これ初めてだっけ？玉尾さん確かね、もう絶対私行きたくないけど。これだった気がする。昆虫コーナーに行きましょう。行きたがる女の子いるのかな。いいな。植物の生態と昆虫は切っても切れないからな。うん、いい感じだよね。君といると一日が本当にあっという間だ。また付き合ってもらえるかな。時間があるならもう少し付き合ってもらってもいいかな。はい、大丈夫です。よかった。ちょっと寄り道していこう。はい。ありがとうございます、家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃ、またね。こんな先輩に送ってもらっちゃった。悪い、遅くなった。今日の予定は？羽ばたき物産さんの受付花の交換とレンタル観葉植物のメンテナンスお願いします。了解。替えの受付花と納品書は？準備できてるよ。はい、納品書。鉢植えはあそこね。サンキュー。さすが、最近手際いいな。店長みたいだ。ありがとう。ほら、早く行かないとお客様お待たせしちゃう。了解。じゃあ行ってくる。店の方しばらく頼む。よし、今日もバッチリだね。って言っておきながらいつやめようかな。でもクラブ経験値をあんま気にしなくていいから、まあ、別にやってでもいいっちゃいいんだけどね。でもちょっとね、ルカの好感度が上がってっちゃうことが。今日はやっとせいちゃんとのデートか。じゃあ今日はね、せいちゃんと映画を見に行ってきたいと思います。なんか暑いのか寒いのかはっきりしない服装だね。まあエアリズムだからね、あのタートルネックは。したら先輩はまだ来てないな。悪い、遅れた。私もさっき来たところですから。なんだ、謝って損した。ふ冗談だ、
行くぞ。そういう格好すると大人っぽく見えるもんだな。どうですか？悪くないんじゃないか。そう来るなら俺も合わせればよかった。設楽先輩、こういうのが好きみたい。混んでるかな。この辺りでいいか？はい。あ、これか。まあまあ好きって感じになるかな。いや、でもまあまあではないよね。今日の映画最高でしたね。まあ王道だな。ある意味期待通りだ。うん、いい感じだよね。悪くはない一日だったと思う。多分。まあこんなもんだろう。あいつを誘う自信はついたんじゃないか。どうしよう、ちょっと話を聞いてもらおうかな。設楽先輩、ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど。ところで設楽先輩。なんだ？またこれ、あれじゃない？なんかコンクールの発表前とかそういう話。あれ、前回の質問で言ってたよね、確かね。違ったっけ？設楽先輩がドキドキするのってどんな時ですか？するか、そんなの。女じゃあるまいし。でも、そういうのって男女関係ないですよね。俺はない。本命をそんな状態にさせたいって相談なら、今のと同じ質問をしてやれ。過去にそういう経験があれば、その時のことを思い出して勝手にそうなってくれるかもしれないぞ。設楽先輩のドキドキした経験って？そりゃコンクール前とか楽屋で。俺はないって言ったろ。本命にやれよ、本命に。何か言いかけたのに。あ、これ私あれだなんか聞いたことあると思ったら間違えて聞いちゃった時があったからそれで先に聞いちゃったんですねすみません、家まで送ってもらっちゃって。散歩にちょうどよかった。じゃあな。設楽先輩に送ってもらっちゃった。今週やっぱり新学期いろいろで一気にわって起こるっぽいので、ちょっと下校はずらそう。あれだね、あの一連のあれが来た。あれ、なんだろう、校門前に人だかりができてる。おはようございます。署名にご協力ください。みんなの力で文化祭にスーパーチャージャーを呼ぼう。ご協力お願いします。スーパーチャージャー、あの有名なロックグループだよね。本当に呼べたらすごいと思うけど。しおりさん、おはよう。今野先輩、おはようございます。どうしたんですか？生徒会執行部員も集まっちゃって。あれだよ、署名活動？うん、無許可でやってるから取り締まらなきゃって思ったんだけど、あれだけ盛り上がってるとむしろ前向きに検討しなきゃいけないかもしれないな。え、スーパーチャージャーを呼べるんですか？何言ってんすか会長、そんなの絶対無理っすよ。あの結果が生徒会に持ち込まれるんだぞ。何の努力もしないで
突っぱねるつもりか。でも本当に呼べたらすごいかも。そりゃそうだけどさ、文化祭に有名人を呼ぶのはよくあることだしな。絶対無理とは断言できない。そうだろ。それはそうかも。あの様子じゃ署名が相当数集まるだろうな。早速交渉の方法を調べて先生にも相談を。うわぁ、なんか本格的っぽい。ドキドキしてきた。ま、会長には逆らえねえしな。河野先輩、やる気だ。大丈夫なのかな。あ、ここにいた。今野先輩、どうしたんですか？君の予定を聞こうと思って。今度の日曜日なんだけど、どうかな？はい、大丈夫です。臨海公園に行こうよ。行きます。やった。それじゃあ当日どうしようか。日曜日に羽ばたき駅で待ち合わせでどうですか？うん、そうしよう。それじゃ、楽しみにしてる。河野先輩からデートに誘われちゃった。返却っと。あ、校内イベントか。これ、そう、三角関係の別にいいだろう。どういう読み方したって。三角関係の時見たかったけど出てこなかったんだよね。確かが、ちょっと頑張ったんだけど。よくないよ。面白さが半減するだろう。あ、設楽先輩と今野先輩だ。どうしたんですか？もう、なんだお前か。どうもしない。本を返しに来ただけだ。したら、後輩にそういう言い方は良くない。何先輩面してんだよ。したらだって、威張ったような態度で。ああ、ごめん。それがさ、したらが本は後書きから読むって言うんだ。ほう。それのどこが悪いんだ。お前に迷惑かけてるわけじゃないだろ。だって結末を先に読むようなもんじゃないか。信じられない。ネタバレが嫌な人と気にならない人の違いみたいな感じだよね。でも私結構気にならない派だから、なんかせいちゃんの気持ちも結構わかるかも。なんかこう犯人がね、推理小説とかの犯人がこう分かった上で読むと、こう逆になんか、あ、犯人だからこの時こういうこと言ったんだなとか、こういう行動を取ったんだなみたいな視点で見るの私結構好きだったりするので、なんか気持ちはなんか結構わかる気がしますね。ミステリーなんかだと犯人が書かれてることも。だよな、その通りだよ。お前は関係ないだろ。なんで今度の味方するんだ。そんなつもりは。したら、後輩にそういう言い方は良くない。何先輩面してんだよ。ループだ。じゃあ今日は玉尾さんと植物園に行ってきたいと思います。よかったかな。あれ、今野先輩早いですね。ふん、早く来すぎたんだ。なんだかカッコ悪いな。どうしてですか？ほら、小学生の頃
遠足前だけ早く来るやつっていただろう。それって遠足が楽しみだからですよね。まあそういうこと。やっぱり恥ずかしいな。さあ行こう。あ、いいなその服。本当ですか？うん、こういう言い方で合ってるかわからないけど、お人形さんみたいだ。今野先輩こういうのが好きみたい。うん、どっちにしようかな。いっか、レンガ道ね。じゃあ行こうか。このレンガ道、古いところでは大正時代に作られたものらしいよ。これだったかな。へえ、どの辺が一番古いんだろう。ちょっと探してみようか。普段何気なく見ている景色がいつもと違って見えるかもしれない。うん、いい感じだよね。あれ？あ、植物園？植物園じゃなかった。君といると一日が本当にあっという間だ。この間だった。また付き合ってもらえるかな。あの植物園って言いましたね、さっきね。臨海公園でした。時間があるならもう少し付き合ってもらってもいいかな。はい、大丈夫です。よかった。ちょっと寄り道していこう。はい。ありがとうございます、家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃまたね。今野先輩に送ってもらっちゃった。ちょっと今週下校するとこまでやろうかな。やっと来たなんて言って断られたりして。そう、せいちゃんはね、他の男の子と違って友好でも誘ってきてくれないから。でもさ、親友だったら誘ってきてくれてもよかった気がするんだけど。まあいいけどね。したら先輩、よかったらお茶して帰りませんか？どうしてもって言うなら。どうしてもなら言ってやる。よかった、それじゃ行きましょう。ところでしたら先輩。なんだ。女の子らしさってどういうことだと思います？なんだ今さら。もうそんな手遅れみたいに。胸に手を当てて考えてみるんだな。え、あ、それ、あ、それ胸に手を当ててって結構唐突だ。身体的な話かと思った。胸に、念のため聞いておくが、胸に手を当てて考えるという意味は分かってるだろうな。やっぱそうだよね。え、胸をどこ行ったわけじゃないぞ。自分を振り返れって意味で。あの、大丈夫です、分かってます。ならいい。赤くなっちゃった。むっつりスケベめ。ということで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。